東通原子力発電所は青森県下北郡東通村にある原子力発電所。東北電力と東京電力ホールディングスの2社が敷地を保有している。1号機は2017年3月運転開始予定、2号機は2014年度以降着工、2020年度以降運転開始予定であったが、東北地方太平洋沖地震。 福島第一原子力発電所事故後の2012年3月30日に発表した2012年度供給計画でそれぞれ未定に変更された。2018年8月28日に地質調査を再開した。東通原子力発電所周辺の過去1年間の地震の震源分布と地殻変動2011年3月11日の東日本大震災では 稼働中の1号機が2月6日より定期検査中のため運転をしておらず大きな影響はなかった。また地震後、津幹線及び東北知らぬか線が停止したため外部からの電源供給が停止したが非常用ディーゼル発電機が作動し電源供給が可能な状態となった。東京電力は2011年1月に着工を開始した1号路について地震後、 工事を当面見合わせると発表した。4月7日の予震では外部電源が使用不能となり燃料プールの冷却ができなくなった。26分後、非常用発電機3台のうち点検中だった2台を除く1台が起動して冷却を継続したが外部電源復旧後、この1台から燃料漏れが見つかり使用不能となった。5月2日、 東京電力は建設中の1号機について、本地震の教訓を踏まえ、津波対策の強化と非常用発電機の増設、大容量化を検討している旨を発表した。一方、大間原子力発電所と本発電所の一時変電所が、上北変電所を強用し、送電ルートの多重化がなされていない点が報じられた。同様に原子力施設の集中している福井県鶴ヶ半島では、 北陸電力、関西電力による多重化が進められているという。震災当時の現職知事である三村慎吾は3月20日、本発電所の建設工事について、安全について国がしっかりと説明する必要があると述べた。地震後の2011年5月の知事選に伴い、県内の原子力施設問題が争点に浮上してきた。現職で今回も立候補している。 三村慎吾は福島第一原発事故の収束と東電が事故収束に向けて示した工程の順守が最優先と述べた。朝日新聞の報道によれば三村は国民的な議論といいますかあるいは政治として現状と事実を含めて方向性を示していくことが大事と国の判断を仰ぐ姿勢も見せた。民主党県連幹事長の山内隆氏は原子力は 基幹電力であるとしながらも、県内での原発新設を凍結し、安全基準の見直しや、防災避難道路の整備など、防災体制の構築が、工事再開に向けた議論の第一歩、安全基準や耐震指針に高いレベルを求めるなどと述べた。知事選候補で、日本共産党青森県委員会初期長の吉間太陽は、県民の安全が第一と訴え、 東北電力の2号炉、東京電力の2号炉の計画を当然中止とし、東京電力の1号炉の建設に対しても中止を求めた。知事選では山内が原子力発電などに関して明確な対立軸を打ち出せなかったこともあり、三村が圧勝で参戦を果たした。三村は選挙公約に従って、専門家会議、県原子力安全対策検証委員会を 設置したが、青森県が委員会の結論を待たず、東通り原発の運転再開に向けた説明会を始めたことに対しては疑問も高まった。三村は、検証委員会は、県と県議会へ意見する機関であり、県民への直接的な情報提供機関ではないと述べている。原子力規制委員会の調査団は2012年12月14日、 東通り原発の敷地内にある断層の一種、破砕体が活断層かどうかを確認する調査を終え、破砕体が活断層との見解で、ほぼ一致した。ありがとうございます。